それでまたそれが自分らがこうあの辺あの清志郎さんぐらいの年に自分がなった時に、うん、そういう下の人がいたら幸せですよね。あもうそりゃそうだよね、もう今は彼女はどこにもいない、朝早く目覚ましが鳴っても、そういつも彼女と暮らしてきたよ、喧嘩したり仲直りしたり、でも今は彼女写真の中で優しい目で僕に微笑む、we